ではこちらも昨日から公開になっております東宝シネマズ梅田、東宝シネマズ難波とかでの公開、奈落のマイホーム面白かった、ご紹介します。よくこんな内容思いつくもんだなって感心したんですけれども、ソウルの中心で起こった地盤沈下を描いた作品なんですね。突然現れたシンクホール、地下500メートルへそのマンションがどんどん落下していくっていう、落ちていくんでしょうね、どんどん。でそのマンションに取り残された人たちのサバイバルを描くパニック映画なんです。11年かけてやっとマイホームを手に入れたサラリーマンの主人公なんですけれども、引っ越しの日からもう大雨なんですね。で、あるなんか癖の強い隣人がやってきて、なんか嫌がらせみたいなことをされながらも、まあ、なんとか荷物を運び入れるわけなんですけれども、住み始めるとね、子供のビー玉がコロコロコロってこう転がってしまうんですよ。あれ、もしかしてこのマンション傾いてるかもって思って、マンションの住人で会合をするんですけども、みんなに無視されて話がまとまらなくて、まあ、その間に少しずつ映像はですね、にしっとこう地盤沈下が始まっているところを映し出していくわけですよね。いつ来るか、いつ来るかっていう感じになるわけなんですが、まあ、前半その何人が癖の強い隣人であるとか、他のマンションのね、住人との関係性っていうものが描かれていて、まあ、ここは大事なところですよね。普段の関係性がパニック状態に陥った時にどう変化していくかっていう、これがまた一つの見どころになるわけです。でとにかく次から次へとトラブルが落ちて、どん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 落下していくんですよね。これが見てて怖いんですよね。で恐怖と戦いながら、そこにですね、韓国のこのコミカルさ、あの緊張と緩和があって初めて笑いが生まれるって言われますけれども、その緊張と緩和のバランスっていうのが韓国って本当に絶妙で、そこをうまく入れ込んでいく。でそこに家族への愛情っていう深い愛を描いていくわけなんですよね。もう一箇所ちょっと胸がじっとくるシーンもあったりっていうことで、いろんな内容が詰まっているわけなんです。で、あの韓国ドラマをよくご覧になっている方でしたら、あ、この人知ってる知ってるっていう役者さんがたくさん出演していらっしゃるんですね。で出演、あの主人公のサラリーマンにはキム・ソンギュンという42歳の俳優さんなんですが、恋のステッチ応答せよ1998って私大好きなドラマだったんですが、もう一番コミカルなお父さんを演じてた方なんですが、別のドラマではシリアスな役の幅広く演じられる方なんですね。今回はやはりコミカル系の方が近いかなっていう感じですね。それからイ・グァンスっていう、この方はもう背がものすごく高くて、バラエティ番組にもよく出てて、ドラマの方ではほとんどコミカル系な役が多い方です。そしてチャ・スンウォンという男優さん、もともとモデルから俳優になった方で、かっこいい役とかが多いんですけれども、これはもう普通の人を演じてて逆にびっくりしました。この方ちょっと話しておりますけど、料理が非常にうまい、三色ご飯っていうのでずっと料理作ってる方だったんですが、知る人ぞ知るだと思います。知らない方は全くわからないと思うんですが、まあ、それぐらい韓国ドラマとか、そういうバラエティとかをご覧になってらっしゃる方でしたら知ってる方がたくさん出てるんですね。で監督なんですけれども、2012年、10年前に日本でも公開されましたザ・タワー超高層ビル大火災のキム・ジフン監督ですので、パニック映画っていうものに関してはもう恐れなわけなんですが、監督としてはやはりそのシンクホールを扱った作品っていうのは今までになかった題材で、実は韓国では都市部、特にソウルの中心部、年間900件発生しているっていうことなんですよ、このシンクホールっていうのが。日本でもありましたよね、大きなドーンと落ちたっていうニュースありましたけれども、まあ、それを題材にして制作しようと思ったのがきっかけなんですね。でキム監督はやはり説得力のある映像で緊張感を持続させていく、そういう映像にしていかなければならないっていうこ
なりこだわっていまして、その陥没する前の町並みっていうのがロケだと思ってたんですけど、5ヶ月かけて作り上げてるんですね。アパートとかプールとか20以上の巨大セットを作ってるんです。すごいですね。もうかなりリアルなんですよ。そして500メートルのシンクホールに落ちていく映像っていうのも VFX を駆使して管理の時間とエネルギーを注いで作り上げているんです。まあ役者さんもう後半ほとんど穴の中にドロドロです。水とか泥とか、役者さんってすごいなってずっとドロドロの中でね演技をしてらっしゃるっていう、そういうところもあのぜひ見ていただきたいと思います。そしてね、大画面でその迫力を感じ取ってくださいね。韓国映画面白いです。